きた。久しぶりね、ピザ。あ、ちょっと匂いが違うね、やっぱね。いただきます。いただきます。うん、いいね。ジャンク半袖のクリスマス。全然寒くないぜ。ここはオーストラリア、21度。札幌帯広市マイナス6度って。ハワイ12度、バンクーバー3度。あ、ハワイより暑い。うん、チキン。ケンタッキーはこんな少人数食べるチキンは買えないので、3円のチキン。うまい。プレゼントが楽しみ。うん、はい、じゃあ、ママさんのさくらに見せて、こいつがオッケーしたら、あんこをする。アスパラ初めて食べ。ご無沙汰しております。またお世話になります。マガオ、はい。プレゼントタイム。ついに来ました、プレゼント。またね。隣に食いするのも我慢して。うん、とっても早く来たね、意外とね。開けます。お菓子、うん、食べながらする。お菓子とリアルアイクリーム、うん、アグレスリアルアイクリームフォアフェイス。韓国人はさ、うん、美意識が高いわけ、うん、アメリカ人からのプレゼントはキャンドルか、あのハンドソープとかハンドクリーム。ハンドクリーム。で、韓国人は、あとゴディバもだよ、ゴディバ。あ、ゴディバね。韓国人はコスメ。コスメ。美意識が。エイジレス。あ、エイジレスだな。エイジレス。アグレスって呼ぶ。アグレス。アグレス。読めるでしょ、アグレスってさ。これはあの、いつものウィビーンズのティー。次、ハンドソープ来ました。来ました。ウィズココナッツオイルって書いてるよ。しかも、ラベンダー。聞いたかもしれない。うん。この間もあいでもらったお菓子。お菓子これでも前の時にピントが合わない。お、大量なんかリップって、うん、自分が買ってきたやつじゃん。美味しそうじゃない。ポロショコ、うん、うん、ガトーショコラみたいじゃない。なんでカルディで買ってきたやつ。ブラウニーみたいの。重いね。うん、自信してる。カーモミールティーはどこ行った？あ、もうパントリールーム。誕生日プレゼント。ダーリンが手術するって聞いたから、うん、これで2人で栄養つけてって。焼肉食べ放題券、コスタビスタ沖縄ホテル&スパ、あの EM ウェルネスリゾート。すごい、ランチ券もらった。 EM ってなんか卵ない？卵とかだよね。 EM 牛乳とかもあるね。すごい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 。これ、はい、サーバー来た。あ、これこの間です。だからこれはさ、私のこれとこれは私のミニマリスト具合が通じてるって。何が好きかわからんから、うん、それよりは自分で好きなの買えるように、うん、好きなの飲めるように自分で選べる。ジーザス来た。ジーザス来た。 DKNY ストーリーズ。あ、香水かな。パッと匂わせた時ベビーパウダーみたいなと思ったけど、こういう感じで、なんかシャネルのなんかの匂いに似てる気がする。 DFS の匂いがする、うん、あ、すごいね、うん、あ、勝手にチョコレートと思ってたね。あれ、チョコレート。このタイプ初めてじゃない。美味しそうじゃない。うん、うんうん、アーモンド入ってるよ。お手が、あ、3円って書いてるよ、お母さん。商品券やばいね。ミニマリスト、好きなもの買って。あ、男男。じゃん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 、はい、じゃんじゃんじゃん。一番じゃんテンションが上がってる、うん。コーラ入ってたさ。すごい大好きな、一番嬉しい、クールランチ。これも何あげたらいいかわからんから、前買ってきてってお願いされたのをメールもう一回読み返して、そのままそれを買ったって。そしたら確実に食べるものってわかるから。すごいね、ありがたいんじゃない。きた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 。何が。ゴリバ様第2弾。ダダン、多いね。8種類の形が。キャンドル。キャンドル。ヤンキーキャンドル。かわいいね。見て、うちはかわいいね。かわいい。レッドアップル、なんていうものかな。レッドアップルなんとか。レッドアップル。わからん。わからん。わかるはずがない。読めない。英語読めないと。これクリスマスプレゼントじゃないけど、来年、あの洋服の入れ替えで仕事の靴下を買い替えた。
次は今年と買って来年の新しいパンツ、来年の新しいパンツと来年の仕事着のワイシャツの下から着るアンダーウェア、ここは普段着かわいいこれな、自分に来年の、もう長く履いてるから買いたい。来た開けていい、いいですよ。はぁ、じゃじゃん、ドライヤー買い替えたかったんです。おろくはないけどさ、持ってる時にさ、赤くって折れるって、うん、新しい、これは二人で使えるでしょ。自分のない髪の毛にも使う。うん、何かおっかしてんのかなっていつも思って。自分から彼女へのプレゼントは本10冊です。意外とアマゾンの中古の方が状態いいんだよね。いいよね、しかも早く届いたっていうのが素晴らしいと思って。いいね、図書館で借りてとっても気に入って買った、うん、これはまだ読んでない。わーい、ヘトヘトに疲れる嫌な気持ちがなくなる本、敏感すぎる自分に困っています。他人とうまく関われない自分が変わる本もっと自分中心でうまくいく、煩わしい人間関係に悩むあなたがもうやめていい、32のこと。すげえ、めっちゃいっぱい。こんなの何年かかっても読めなくない？読めるよ、図書館でも読めたら。辛かった過去を手放す本。あれ、なんかさっきと同じタイトル。うん、あ、いや、一個返品する。なんていうの、ちっちゃい版と大きい版じゃない？かぶってた、一緒だぜ。失敗、敏感すぎる心がスーッと楽になる。こんな紙なかったんですか。自分が送ったうちにさ、ギフトですってからさ、名前書いてからさ、コニラックマってからさ、にゃんこにゃんこって、そこにあとにゃんつけもあるはずなんです。クリスマスラスボス来た。にゃんつけとそこにある名前どこ行った。にゃんすけすこにゃん大好きってのも書いてあるんだよ。次、自分のプレゼント選んだ、いいじゃない、青になった、バカーン。これもいいね、これに決めたんでした。メガネニュー、さあかけてみましょう。自分のメガネはさ、こっちが痛いんです。ここ骨とこれが締め付けられてさ、うん、痛いんです。じゃあおニューのメガネ、この部分が薄くなりました。いきます、シャキーン。意外と茶色を選んだっていうね、うん、でも髪と目の色と合ってると思うって、うん、二人の目茶色だからね。これが読まれるやつ、うん、こんな軽くなった、はい、違う、この耳の後ろ、うん、痛くない、痛くないよ。メガネカップル大使目指す、ケーキ食べよう。うん、見て 3D のメガネかけるときになるよね。朝からこれで仕事行く。おじいちゃんみたい。おじいちゃん茶色はっきり見えるよ。これがさ、ぼんやりして見えてさ、これがクリアに見えてさ、うん、さらにスーパークリアみたいな。これで、ね、でもどこも行けないぞ。25日クリスマスは各地方にサンタさんからプレゼントが届きそうです、うん、西日本と沖縄には暖かい空気のプレゼント、東日本には晴れのプレゼント、うん、北日本には雪のプレゼントが届きそうです。上から降ってくるわけ。降るんじゃないんじゃない、寒くないよ、暖かい天気になったよっていうあれじゃない、ね、暖かいのがプレゼントだっけ。うん、遊び心がある。うん、いただきます。いただきます。今日もしっとりしてらっしゃる。うまい。うん、狙ってます。あっという間すぎてさ、うん、暑いしさ、うん、クリスマスの気分あんまりならないけど、うん、街見てクリスマスとも、うん、今日の三重のにぎわいっぷりはすごかった。クリスマスかもしれない、うん、今年やり残したことはあるでしょうか。できた、早いね、引っ張るだけだから、うん。バイバイ。うん、あなたもバイバイしてる。グランドへとたどり着く。そこで待ち受けていたのはトースターみたいになりますよ。
なんか焼いてる、何も焼いてない、ほんと、クリスマスの朝に食べたいものは何だったでしょう。パン、すごい、いつ買ったパン、どこ来たこのパン、実家からパクってきた。うん、いい音だ。うん、いただきます。うん、うん、うん、クリスマスの朝に食べたかったナンバー2になったでしょう。すごい、トーストと箸、いただけるチョコレート、うん、うまい、うまい、うん、一個も食べない、明日の楽しみ、なんかパン片手にさ、うん、そんな仕事の格好をしたらさ、うん、お父さんみたい、世の中のお父さん、うん、これでクリスマスプレゼントのあの全部が終わりでした。うん、サプライズ、サプライズ、なんでサプライズ OK で、サプライズあった方がやっぱ面白いと思って。